今日午前の大雪山系の黒岳です。7合目から山頂にかけて岳寒波や七竈門などが色づき、紅葉が見ごろを迎えています。朝から多くの登山者や観光客が日本で最も早い紅葉を楽しんでいました。黄色と赤と緑ととっても綺麗かったです。最高リフトを降りるともうまさに見頃っていう感じで来てよかったなって思います。黒岳ロープウェイを運行する林友観光によりますと、今年は長雨や日照不足から例年よりも紅葉の色づきは薄めですが、リフトや登山道から錦織りなす山肌が見られるということです。明日からはシルバーウィークの3連休ですが、紅葉は5合目のロープウェイ黒岳駅付近まで見ごろとなり、来月初めには麓の層雲峡温泉でも楽しめるということです。